食材で簡単クッキング、藤沢ご飯。始まりました、藤沢ご飯。今回の食材はコリンキーです。このコリンキーですが、かぼちゃの一種でサラダ用とか生食用に開発されています。はい、コリンキーの名前の由来はコリコリした食感から来ているそうです。生産者は遠藤の小林晴美さん。今回作る料理はコリンキーの焼酎漬け。材料はご覧のようになっています。まずコリンキーを食べやすい大きさに切っていきます。はい、どうぞちょっと食べてみて。はい、これは皮ごと。皮ごと食べる。キュウリみたいな。すごいポリポリ音がしてる。続いてキュウリを切ります。これはね、割と味が染みやすいから大きめでもいいね。さらに冬瓜を切っていきます。冬瓜は皮を剥いてください。そして食べやすい一口サイズに切っていきます。切った野菜はすべてボウルに入れてから軽くかき混ぜてください。続いてお好みに合わせて鷹の爪を入れます。混ぜた野菜はビニールに詰めて、そこへ塩、砂糖、焼酎を入れてください。これはもう袋の中で。そう、袋の中で合わせてやってみてください。この状態で冷蔵庫で一晩冷蔵庫入れておくと味が馴染んで美味しく食べられます。はい、一晩漬ければ、あとは冷蔵庫から出して盛り付けるだけで完成です。果たしてお味は？いただきます。ただしこれは焼酎だから、お酒の飲めない方、お子さんはちょっと遠慮していただきましょうかね。歯ごたえが残ってて美味しいです。サラダで食べるとそのまんまの味なんですけど、こういう風に食べるのも楽しいですね。そうだよね、コリンキーだけの味だけど、はい、ちょっとこれお砂糖も結構入ってるので、はい、結構まろやかな味がします。でピリッと唐辛子が入って、まあお酒飲める方にはすごくいいんじゃないかなと。そうですね、思いますね。はい、コリンキーの焼酎漬け、ぜひお試しください。